天空に浮かぶ楽園コクーン。人々は頂上の存在ファルシのもと不自由のない生活を謳歌していた。コクーンの外はパルスと呼ばれ、敵意に満ちた魔境と信じられていた。ある日、コクーンの海辺の町ボーダムで危険な敵とされるパルスのファルシが発見された。人々を統治する政府は周辺の住人が汚染されたと判断。ボーダムの市民全てをパルスに追放する政策、パージを強行した。パージが始まった。罪なき市民をパルスに追放する暴挙に若者たちが抵抗し、軍と衝突する。混乱の中、シックする姿があった。軍人でありながら政府軍に立ち向かう女性、ライトニング。いわくありげな中年男サッツと共に彼女が目指すのは遺跡、パルスのファルシが眠る場所。そこに妹のセラが囚われているのだ。他にも同じ場所に向かう者たちがいた。セラの婚約者スノー、目の前で母を失った少年ホープ、そして謎めいた少女バニラ。世界の運命を動かす者たちが一つの場所に導かれようとしていた。ファルシには人を呪われた存在ルシに変える力がある。ライトニングとスノーが遺跡に乗り込んだのはルシにされたセラを助けるためだった。彼らとサッツ、ホープ、バニラはまるで呼び寄せられるように遺跡の奥に集まり、セラの姿を見出す。だがセラは5人の目の前でクリスタルになってしまう。ライトニングは妹を奪ったパルスのファルシに戦いを挑んだ。サッツが決然と加勢する。彼にも戦わねばならない理由があるのだった。ファルシと戦ったことが5人の運命を変えた。彼らはファルシのしもべルシにされたのだ。ルシには使命が与えられる。使命を果たした者はクリスタルになる。だが果たせなかった者は醜い怪物と化すという。彼らをルシにしたのはコクーンの敵ならば、自分の使命もコクーンの破壊なのか。皆が絶望に沈む中、スノーだけが希望を失っていなかった。セラが最後に残したコクーンを守ってという言葉、それこそが使命だと信じたのだ。セラのクリスタルを守るというスノーを残して、ライトニングたちは軍の包囲を突破する。ライトニングたちはコクーンの敵として政府軍に追われていた。彼女は決意する。このまま殺されはしない。コクーンの首都にこちらから乗り込んで政府を支配するファルシを撃つと、ホープが彼女の後を追う。少年はライトニングの強さに惹かれたのだ。残されたサッツとバニラはコクーン偏遠のバイルピークスで当てとない逃亡を続けるしかなかった。その頃スノーは謎の女性ファングの手で軍の一団に捕らえられていた。彼らの正体は騎兵隊、ルシに味方する軍人たちだった。ライトニングとホープは政府のファルシが君臨する首都を目指してガプラジュリンに入った。ここは軍の実験施設だったが、敵の手は回っていなかった。道すがらホープが打ち明ける。母がスノーのせいで戦いに身を投じ命を落としたこと、
彼はあの時スノーを追って遺跡に入ったのだった。ライトニングはホープを正しく導きたいと願う。しかし少年はスノーへの復讐心を募らせてゆくばかりだった。行き場を失ったサッツとバニラは三列水壕を方向する。サッツが吐露する。彼が戦いに身を投じたのは幼い息子ドッジのためだという。ドッジは政府のファルシによってルシに選ばれた。サッツは虚空の敵を倒すことで息子の使命を果たそうとしたのだ。話を聞いたバニラは衝撃を受ける。彼女とファングはファルス生まれのルシ、虚空の敵だった。自分たちがファルシに近づいたことでドッジがルシにされたと気づいたのだ。バニラはついに本当のことを言えなかった。騎兵隊の助けを借りて他のルシを探すファング。彼女には負い目があった。ライトニングの妹セラがルシにされたのはファングが記憶をなくし使命を見失ったことが原因だった。パルムポルムでライトニングと遭遇したファングは彼女に謝罪する。真相を知ったライトニングはファングの頬を打つ。一方ホープはスノーと対峙していた。復讐の念に殺意をほとばしらせるホープだが、スノーは軍の攻撃から彼を守って重傷を負う。ホープの父が待つ家で4人は合流した。ルシたちはそこでお互いを許す道を選ぶ。憎しみ合うよりも希望を探そうと決めたのだ。娯楽の集まる都市ノーチラスでサッツとバニラの逃避行は唐突に終わる。軍に保護されていたサッツの息子ドッジ、彼がルシの能力で父親を見つけたのだ。ドッジの使命は敵の発見だった。彼はその場でクリスタルとなる。言葉を失うサッツの前に政府軍の将校が現れ秘められた真実を告げる。ドッジがルシにされたのはバニラが原因だと。彼女は罪を受け入れる。サッツの構える銃の前で手を広げるバニラだが、サッツは死は償いではないとバニラを突き放す。それはサッツの優しさだった。ライトニングはスノー、ホープ、ファングと共に政府軍の機関に乗り込んだ。彼らは騎兵隊の助力を得て囚われたサッツとバニラを救出する。ファングは探し続けていたバニラとついに再会を果たした。余生を買って政府の代表と対峙するルシたち。待ち受けていたのは驚くべき真実だった。代表は人間ではなくファルシであった。その名はバルト・アンデルス。ファルシは宣告する。お前たちの使命は虚空の破壊だと。バルト・アンデルスは彼らを地下に隠された遺跡に誘い込む。その先に真実が待ち受けていた。真実は騎兵隊を率いる将シドレインズによって明かされた。パルスの兵器がうろつくフィフスアークの信用でレインズが告げる。ライトニングたちが使命を果たせば虚空は崩壊し無数の命が失われる。彼らは神を導くための犠牲になるのだと。レインズはバルト・アンデルスのルシだった。騎兵隊もまたファルシに操られていたのだ。
だが今のレインズを動かしているのは人間としての意志であった。彼は虚空の崩壊を止めるためにライトニングたちに戦いを挑み、そして敗北する。レインズはクリスタルになった。己の意志でルシの宿命を超えてみせたのだ。グランパルス、コクーンで下界と呼ばれる大地に6人は降り立った。ルシとしての定めを変える力を求めて、バニラとファンゴが育ったオルバ教で彼らは過去の予言を知る。数百年前、バニラとファンゴがルシとしてコクーンと戦ったこと、二人がクリスタルとなって眠りにつき今再び目覚めたこと、そして来たるべきコクーンの破滅、すべてが記録され予言されていた。破局を止める方法は見つからない。だが戦わなければコクーンは守れない。ルシたちは覚悟を決め、再びコクーンの首都を目指す。首都エデンは動乱の最中にあった。人がファルシから自立することを誰より望んでいながら、ファルシの道具にされたレインズ、彼の志を受け継いだ騎兵隊が蜂起したのだ。首都にある議事堂の内部にはコクーンを支えるファルシが眠っていた。騎兵隊がファルシを撃てばコクーンは崩壊する。破滅を阻止するためにライトニングたちは街を駆ける。激闘の末、軍の妨害を振り切った彼女らは騎兵隊に追いつく。だが反乱軍はすでに壊滅していた。ライトニングたちは全てを仕組んだバルト・アンデルスと対決する。ライトニングたちはバルト・アンデルスを倒した。だがそのためにコクーンを支えるファルシ、オーファンが覚醒する。ルシたちはオーファンの前に一度は敗れ去る。しかし意志の力が6人を再起させた。奇跡は起こせる、運命は変えられる、そう確信したライトニングたちはついにオーファンを打ち滅ぼす。支えを失ったコクーンが落下を始める。その時奇跡は顕現した。バニラとファンゴが身を投げ出し、クリスタルの柱となってコクーンを支えたのだ。全てが終わり、クリスタルの眠りから目を覚ましたセラ、ライトニングの笑顔が彼女を出迎えた。そのはずだった。